前田です。アウンの松本です。いつもありがとうございます。はい、もう秋酒ですよね。今が旬なの。秋酒とあとキノコですよね。秋といえばでキノコはやっぱりね、体にいいですから、鮭もね体にいいですから、もうやっぱこれをこの料理はね、もう超簡単でマストだと思うんですよね。秋酒とキノコのバターポン酢、これがうまいんだ。はい、もうすごい簡単な作り方をですね、皆さんにご紹介していきますので、今日もよろしくお願いします。じゃあそれではさばいていきましょう。腹骨を描いていきましょう。それではハラスを取っていきます。焼いたら美味しい。ピンボーン中骨があるので抜いていきましょう。はい、それではじゃあカットしていきます。一口大にカットしていきましょう。キノコを適当に切っていきます。鮭に塩コショウを振って小麦粉をつけていきます。はい、ではフライパンが温まりましたら油を敷いていきます。それでは鮭に火を入れていきます。はい、それでは火が入ったら一度鮭を取り出していきます。で油を洗っていきます。で新しく油を引いてキノコを炒めていきます。油と馴染みましたら塩コショウしていきます。キノコに火が入りましたらバターを入れていきます。でバターを入れましたら先ほどの鮭を入れていきます。
て仕上げにポン酢を適量かけていきます。はい、では器に盛っていきましょう。はい、それでは秋鮭ときのこのバターポン酢炒め完成です。すっげーいい香り。それではもうあったかいうち出来たてをいただきたいと思います。いただきます。一緒にいただきたいですよね、秋鮭ときのこ、最高ですよね。いや、うまそうだ。はい、いただきます。うまっ。最高の相性じゃないですかね。鮭のうまみときのこの香り、これやばいや。これでポン酢がやっぱり自家製なのでカツオのね出汁が変わってくんですよ。いやー、うまい。ドンピシャ。これ簡単なんでぜひちょっと作ってみてください皆さん。それでは乾杯。うまい、うますぎる。いやー、うまい。もう幸せ。もうこの秋のね、秋鮭もいい、きのこもいい、ビールもいい、最高。まああれですね、終わんなきゃいけないんですよこれね。ゆっくり飲んでる場合じゃないと。すいません、うまいよ。あー、うまい。まだまだ。ではこれ最後まで食べていきたいと思いますので、本日も最後までありがとうございました。またお会いするの楽しみにしてます。素敵な一日を。ありがとうございます。